こんにちは、アンソニーです。今日はみんな大好き USB ダックのお話です。こちら SMSL の D300 というモデルなんですが、今すでにこちらで使い始めています。で、この USB ダックの最大の特徴は、ロームの最高峰ダックチップを搭載しているっていうことなんですね。まあ、逆に言うとそれ以外はこれといった特徴がなくって、従来の SMSL の機能性とか特徴とか操作性とかそういったものともうほとんど変わりがないんですよ。なので細かいスペックとかはすいませんが省略させてもらいますので、下に Amazon のリンクを貼ってますので興味のある方はチェックしてみてください。で、ただ2つほど言っておくことがあって、1つはヘッドフォンアウトがありません。そしてもう一つは非常に残念なことに MQA には対応していませんが、そんなことが全く気にならないぐらいですね。結論言っちゃうと、この USB ダックめちゃくちゃ音がいいです。びっくりしました。まあ価格を考えると、なんかこれまでの SMSL からなんかもうワンステップツーステップ上がったなっていうぐらい、頭一つ抜けたなって感じるほど、ちょっとびっくりしちゃうほど音がいいですので、なんていうのかな、私普段タイダルを使ってるので MQA は必須な人間なんですけれども、いやもう MQA なくてもいいからこれがいいって思えちゃうぐらい音がいいです。今回の動画はすいませんが文章を読み上げるようなシーンが非常に多くなると思います。というのも、ロームのことをまずは知りたい、知ってもらいたいっていう気持ちがあるので、まあそういう方はぜひ最後までお付き合いください。もうそんなことは知ってるよという方は飛ばし飛ばし見てください。ご存知の通り、USB ダックの要となるのは、心臓部のダックチップなんですが、それを作ってるメーカーは限られます。バーブラウン、シーラスロジック、ESS テクノロジー、旭化成ぐらいですかね、私が知ってるのは。その中でもここ数年は ESS か旭化成かみたいな二択みたいなところがあって、まあ二択というか二大勢力っていうんですかね。まあそういう状態だったんですが、2020年の10月に旭化成が宮崎にある半導体製造工場で大規模火災を起こしてしまいまして、ダックチップの供給に甚大な影響が出ました。ただ明るいニュースもありまして、つい先日、新たなダックチップとして AK4493S と AK4490R を開発したとのことです。供給開始は今年の第2四半期になるそうで、まあわかんないですけど秋冬ぐらいには、これらを搭載した USB ダックが出てくるかもしれません。おいおいちょっと待てと、おいらのことを忘れてやいないかいと名乗りを上げたのがロームです。まあすいません、別に名乗りを上げたわけでも何でもなくて、ずっと前からダックチップ使ってるそうなんですが、私が知る限りではオーディオ業界でロームっていう名前をあんまり聞いたことがなかったんですね。なのでロームという会社について少し調べてみました。ローム株式会社、英語表記でロームセミコンダクターっていうんですけれども、セミコンダクターっていうのは半導体の意味ですね。1958年設立ということで非常に長い歴史があります。東証一部上場、LSI と呼ばれる大規模集積回路で国内トップだそうです。連結売上は3500億円、連結従業員数は2万2000人という京都が誇る大企業です。会社自体は大きいんですけど、製品の中のパーツを作っているので一般的な知名度はあんまりないのかなと思います。ただその京都の地元企業としての知名度は多分相当なもんだと思いますね。京都って例えば、京セラとか日本電産、村田電機とか、で任天堂とかね、そういったなんか歴史のある精密機器メーカーが多いようなイメージがあります。ちなみにロームは京都市左京区のロームシアター京都というキャパ2000人規模の大変立派なホールをスポンサリングしています。個人的にはこういった文化事業で社会貢献をしている企業は大好きです。さて、そんなロームが作っているダックチップの中でも最高峰のものが BD34301EKV です。すいません、また話が横にそれるんですけど、
ダックチップってその本当に小さな一つのパーツですので、その英数字を並べた型番なのはまあわかるんですけれども、最近のオーディオ業界ってそのダックチップで商品を選ぶとか、ダックチップのメーカーで商品を選ぶっていうところが少なからずあると思うんですね。なのでペットネームとまでは言いませんけれども、もうちょっと覚えやすい型番にしてほしいなと思います。ES9038 Pro とかね、 AK4490 とか、これぐらいなら私空で言えるんですよ。まあ、英数字6文字ぐらいが限界なんじゃないかなと思います。すいません、話を戻します。まずロームではちょっと読み方わからないんですけれども、 MUSIC というのを掲げてまして、1970年代のアナログオーディオ時代からロームはオーディオ IC の開発をスタート。オーディオデバイスとして要求される数値性能と音質性能をともに極限まで追求し、ロームのエンジニアの熱い思いを形にしたロームオーディオ IC の最高峰、それがロームミュージカルデバイス MUSIC なのですと書いてます。製品概要を読むと、クラシック音楽の鑑賞で重要な音質性能である空間の響き、スケール感、静寂性を表現することに重きを置いて開発。独自の音質設計技術により、音質を決める鍵となる信号処理回路において、音質を確認しながら回路を設計することで目標とする音質の表現に成功しました。同時にオーディオデバイスの重要特性となる低雑音、低歪み率でも業界最高クラスの性能を達成しているため、高音質オーディオ機器にふさわしい性能を提供しますとのことです。ちょっと調べたんですが、 ESS の ES9038 Pro っていう最高級と言われるダックチップがあるじゃないですか。あれよりも単価は高いんですよ。まあ、もちろんその価格だけで決まるもんでもありませんし、実際の卸単価なんかは分かりませんけれども、だいたい約1万円です、ダックチップだけで。その1万円のダックチップを積んだこの D300 いくらだと思います？約4万5000円です。やばくないですか？中国の SMSL のコスパやばいでしょ。この BD34301EKV はラックスマンの132万円の SACD プレイヤー D10X にも採用されているそうです。デュアルで搭載されてるんですね。まあそういったことからもちゃんと評価されている素性のいいダックチップなんだろうなっていうことは想像できますよね。使ってみた感想なんですが、最初に開封して手に持ったら、うわ軽って思ったんですよ。なんかね、あんまり高級感の感じるようなボディではないですね。まあ4万5000円の商品なのでいいんですけれども、ただ天板がちょっとザラついた食感になっているので、指紋がつきにくいなっていうのはいいと思いました。それから真ん中のダイヤルの操作性は、まあ分かりやすいんですけど、まあちょっと使いにくいかなと思いますね。ボリュームをこうやって回すのってなかなか難しいんです。やっぱりこうやってね、ボリューム回せた方が楽かなと思います。で、Mac 版のタイダルで聞いてみたんですけれども、冒頭で言った通り MQA のデコードには対応してないので、ソフトウェア側でデコードしてから送り出すっていうことが必要なんですね。いやでもね、なんていう、その今までその SMSL の M500 っていうのをこれまで使ってて、まあその M500 は今そのマーク2が出てるのでそれはわかんないんですけれども、 M500 と値段的にはほぼ一緒なんですよね。もう全然比にならないぐらい音がいいんですよ。どういいかっていうと、まず、すぐに気づくのが SN の良さですね。低歪み率がどうかっていうのは聴感上では僕はわからないんですけど、 SN はいいなと思いました。で、 SN がいいからこそそれぞれの音が立つんですよ。その大きいところ、小さいところ、高いところ、低いところってのこうコントラストがすごくはっきり手に取るようにわかるんですね。で、それでいてなんかこう味気ない感じではなくって、非常にこう彩り豊かというか、なんて言うんでしょう、表現力という意味でも非常にこうグッと迫ってくるものがあると感じました。で、さらにオーディルバーナーでも聞いてみたんですけれども、オーディルバーナーのすごい昔のバージョンなんですけれどもね、これもびっくりしましたね。なんだろう、今までこのここでの環境でこんないい音聞いたことないわっていうぐらい、
もう全てがこうグレードが一つ二つ上がったなっていうぐらいの、ごめんなさい、全然あの詳しく説明できないんですけど、それぐらいの感動はありました。ただ Mac 版のタイダルとはちょっと相性が悪くって、例によってビットレートとかサンプリングレートの違う曲をかけるときに頭にブツって結構大きいノイズが入るんですよ。でこれ、あの最近ちょっと考え変わってきたんですけど、 DAC が悪いというよりはタイダルが悪いんじゃないかなって最近ちょっと思うようになってきました、うん、まあその M500 だったらそのノイズ全く出ないんですけどね。でも今回、オーディルバーナだったらそんなノイズ全く出ないんですよ。でそしてスマホで Bluetooth で再生してそれを、この、D300 に送りつけてタイダルを操作しても全くそのノイズ出ないんですよ。だから Mac 版のタイダルが悪いんじゃないかなっていう気も最近ちょっとしてます。ここはちょっとね、わかりません。あと Amazon Music HD だったらどうだろうっていうのはすいません、あの検証はしてないので、そこはもしわかった方はねコメントでも教えてください。さらに言うなら、ボリュームをフィックスにするのか、バリアブルにするかって選べるんですよ。まあ、フィックスにするとフルパワーで出力するんですけれども、そっちの方が音がいいはずなんですね、経験上。で、私今この環境では残念ながらフィックスにできないんですよ。というのも、このモニタースピーカーが、ボリュームが背面の方にあるんですね。なかなか触ることができないので、やむを得ずバリアブルにして、この DAC のこのダイヤルでボリューム調整してるんですよ。ということは、これをフィックスにして、例えばきちんとしたプリアンプなんかにつなげてあげると、もっと化ける可能性があるんですよね。なので、私今、JBL を鳴らしているメインの環境で M400 を使ってるんですけれども、そっちの方に持っていってもいいかなっていう、なんていうんですか、こう一軍に格上げしてもいいかなっていうのをちょっと今考えているので、その辺もちょっとおいおい検証していきたいかなと思っています。この小型のUSB DAC 約45,000円、ロームの DAC チップを使ってるっていうことで、この D300 は、ここ最近の中でも特におすすめできる USB DAC なんじゃないかなと思っております。ぜひチェックしてみてください。それでは